ここのエリアは、パスのスキル練習します。で最初にキャッチのハンドリングの基礎のベーシックのところをやって、その後パンチパスしてパスのスキル1個2個作ってるんで、ここはコンタクトないんでしっかり、フォローするパスをまずキャッチするっていうところと、掘った後のパスフォローする、この2つ全部のステーションで意識してください。 OK、 最初ハンドリングしてもらうのが、まずボール下から持って1、2、3、4、5でパス。 OK、 前後ろ前後ろ5回パスする時のキャッチ回しハンドリングスクールにもつながってくるから早くする。 OK、 むずい、ゴー、むずい、むずい、いいよ、ゴー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 、はい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 、ナイス、はいはいはい、今前後前後持ったけど、次右と左抵抗後1、2、3、4、5、パス。 OK、 これぐらいのスピードで、じゃあこっちからやってる人、声出す、声出す、やってる人が今回数える、やってる人が声かける、やってる人が声かける、これほんまにすごい大事なスキルやから、みんなチームでもしっかりこういうのやっていってください。 OK、 次パンチパスやります。体の中心にボール持ってきます。でこのまま体幹、体力入れて相手にまっすぐ、手首を意識して、手首意識して前に、手首を意識する、しっかり押し出すっていうのと、パス掘った後に最後の手がこうなったり横になったりしない、最初言ったキーポイントをしっかり最後の相手に向けてボールを出す、前に押し出す、フィニッシュ、こっからこうなる、こう押し出す、そうそうそう、ナイスです、押し出す、押し出す、ナイス、ナイス、まっすぐ立って右の腰、まっすぐじゃなくて右の腰から相手の胸に向かってパンチパスとフォローする、まっすぐしっかり置いて、まっすぐ、まっすぐ押す、キャッチする、手引くとパス掘れへんし相手の手にかかることがあるから、しっかり持ったところからまっすぐパスする、そのために引かない、ここではちょっと難しいけど持ったところからまっすぐ前に押し出すだけ。 OK、 押し出す、押し出す、最後みんなフォローする意識で、フォローする、パンチパスはこの後も全部スキルでつながってくるんで、しっかり全部意識してやっていきましょう。 OK、はいはい、で次は簡単なドリルなんですけど、コーンの左横に一歩立ってください。僕が笛吹くんで、笛吹いたらポジショニングする、でハンズアップする、でパスもらってまっすぐハンズ、これだけで意識してほしいのは、しっかりまず早くリロードする、ポジショニング取る、で前見る、でやってきたこと一緒、ハンズアップ、ボール呼ぶ、もらう、横にパス、 OK、 パス掘って自分がまっすぐ走ってるかを意識して、ナイス、ナイス、そう、ナイス、グッド、グッド、取った時に、これ難しいで、みんな取った時にボールもらう、みんな癖で手こう回してるから、取る、回してパスしてるから、この距離、この近さやったら取る、その横に手スライドだけ、オッケー、手を失敗していいから、セットする、耐える、一歩出てこの横に手伝いだけ、そう、ナイス、グッド、そう、そう、あー最後にキャッチからな、キャッチ、はい、ナイス、ナイス、ナイス、オッケー、次はショートとロングパスが組み合わさったドリルするね。みんな晴山くんトップリーグでセンターやってたからパス見といてな、すごいね、オッケー、はい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 
ためやな、オッケー、ナイス、ためよ、ためるね、オッケー、ゴー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 、セット、ナイス、オッケー、しっかり足でためを取ってもらうときにためて、掘られてから一歩前出る、もっと我慢、もっと我慢、オッケー、足で我慢する、はい、俺にぶつかる前に、ナイス、いい意識、ナイス、めっちゃよかった、ナイス。